国鉄一15,600系貨車は、1969年から製作された亜鉛ンや機構専用の40トン石貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継している。金属亜鉛の精錬過程で生成される亜鉛ンや機構を輸送する貨車で、 国鉄では唯一の専用種別である。精錬拠点間を遠距離輸送する需要に対応して開発され、1969年から1972年に38両が富士重工業、日立製作所の2社で製作された。製作2社がおのの独自に設計開発していたセメント専用タンク車の構造を踏襲した仕様で製作され、富士重工業製作社は 東方アエンに、日立製作所製作者は、日本工業に納入された。本節では両形大館に、共通の箇所について記述し、特有の仕様については、公説にて記述する。積載荷重40トンの分流体、輸送用タンク貨車で、同時期に開発されたセメント専用タンク車に準拠した仕様であるが、積載品目の比重が、セメントより大きいことから、 タンク体を過重相応の容積に縮小している。タンク体には普通光と対抗性高張力光を併用し、強度を確保しつつ軽量化を図っている。車両全長は1 8 0 0トル、自重は13.7から13.9トンで、記号番号表記は特殊表記符号、高全地し、小滝と表記する。専用種別表記は亜鉛や気候専用で、 積み荷の特性により化成品分類番号は表記しない。外部塗色は黒色である。積み荷はタンク帯上部の積み込み口から投入し、タンク帯中央下部に設けた取り出し口から搬出する。二役装置としてエアスライド式の流動促進機構をタンク帯底部に装備する。これは通気口を多数設けた薄鋼板をタンク底面に取り付け、 薄鋼板表面に骨を張った二重底構造の気構で、荷下ろし時には二重底の間劇内に外部から低圧空気を供給し、通気口からタンク内に空気を噴出して、積み荷との間に空気層を形成させ、積み荷の落下を促進させる。台車は国鉄貨車の標準形式であったスリーピース構造の台車 TR41C 型で、 中高性の台車側枠と一体成形された軸箱部、平軸受けの軸箱指示方式、重ね板羽の枕羽は、他の TR41 系台車と共通の仕様である。ブレーキ装置は、制御弁に、計三動弁を、ブレーキシリンダに、UC 型作動シリンダを用い、積み荷ルームで2段階に、ブレーキ力を切り替える、赤空切り替え機構を併設した。 KSD 方式である。補助ブレーキは車両端の大枠上部に回転ハンドル式の手ブレーキを設ける。最高速度は時速7 5トルである。東方苑所有者は関東地区、日本工業所有者は北陸地区でそれぞれ用いられ、1987年の国鉄分割民営化では38両全車が JR 貨物に車席を承継された。 なお、一部の車両では台車を廃車発生品の頃、時空受け台車 TR209 型に交換している。ありがとうございます。